私は本命。中国の鉄道の1号機関車で、貨物列車を牽引しているの。本命は、北京語で赤い梅を意味するのよ。北京語、わからない。あなたは空を飛べるの？飛べない。翼はただの飾りで、夢に見ただけ。なぜあなたは、上を見ているの？上しか見れないんだ。僕はラジブ。インドの鉄道で観光客を案内しているんだ。煙突の王冠が自慢だよ。ラジブはヒンディー語で、ハスの花を意味するんだ。ヒンディー語、わからない。君は自走できるの？できない。走ると音が鳴るんだ。さあ、出発よ。あれ？僕、ワイン・トーマス。やあ、ドクター飛行機トーマス。こんにちは、ワイン・トーマス。調子はどう？いいよ。君は空を飛べるの？飛べない。でも、翼を折りたためて、走るとき邪魔にならないんだ。いいな。僕が翼をつけたまま走ると、こうなる。ねえ、競争しようよ。よし、望むところだ。ドクター飛行機トーマス、対、列車。どっちが速いか競争だ。飛ばすぞ。あれ？私はニア。車体番号は18。アフリカのケニアから来たのよ。
僕は4バオ。中国から来たんだ。早かったよ。時速 160km で走れるんだ。速くてかっこいいだろう。Thanks for watching. Please subscribe.